今回も頑張って書きました。いきます。ザン、はい、カニベースです。筋肉マンにジャンケンで負けましたね。カニベース、まあ関係ないんですけど、今回ちょっとハサミがちょっと出てくるんで、ね、カニベースを書きました。ということで今回ねどうしようかなと思ったんですけど、まあもう18禁の映画丸出しです。で、どうしようかな。怖さはミザリー以上、後味の悪さはセブン以上、オチはミスト以上にやばい。これ人としてあかんやつ、もうすごいやばい映画を紹介したいと思います。これね忘れてたんだよね、見たの俺で、途中まで見てて俺見たような気すんなーなんて思ってて、でも全然思い出せなくて、もう見たんだけどもう一回見直しちゃったのね。見なきゃよかったなと思ってちょっとね後悔していますね。それぐらいの作品で、これね絶対妊婦さんは NG で絶対見ちゃダメ、もう絶対見ちゃダメ、もう言っときますよ、これ観覧注意です。まあ俺の動画は大丈夫だけど、この映画は見ちゃダメ、この動画だけなら大丈夫だけど、映画は絶対見ない方がいいね。おすすめだけど、普通の人にはおすすめだけど、まあ、おすすめするのもどうかと思うけど、かなり黒くてやばいフレンチホラーを紹介しています。屋敷女、屋敷女、屋敷女っていうことなんですけどもね、あんまりね語るのも嫌な感じなんですけど、いきます。ね、主人公っていうのはサラって女の人なんだけど、まあ旦那さんを横に乗せて、まあ、ドライブとか運転してるの、まあ、その時に交通事故になっちゃって正面衝突した、車と正面衝突して事故起こしちゃって、で実はサラは妊娠してて、旦那さんはその場で即死しちゃうんだよね。で4ヶ月後、ちょうど臨月を迎えてて病院に行くんだけど、赤ちゃん無事だったんだよね。で出産の準備をしてるサラがいて、で付き添いのお母さんがいて、でまあ明日もまた来てくださいねとお医者さんに言われて、でお母さんが私が運転して連れてってあげるわって言ったけど断んない。で会社の上司のピエールとおっさんに頼んだから、もうお母さん大丈夫よって言って断って、まあ自宅に帰るわけなんだけど、まあ、そっから始まるんだけどね。そっからピンポンってなっちゃう、まあ、そうすると女の人が立ってて、車がね故障しちゃって携帯も充電切れてると、2分だけでいいからちょっと電話貸してっていう女性が立って、黒い服着た女性ね。でちょっとそれ断るんだよねサラは。で今ちょっと旦那もあれなんでみたいなこと言って、そしたらその黒女は旦那が死んでることもサラのことも知ってたよね、知ってたんだよね。でちょっといいから開けなさいよみたいになるんだけど、サラは断るんだよね、警察呼べよっつって言って追い返すの。そしたらちょっとしばらくすると今度ベランダに立ってるよね、ベランダっていうのかな、ベランダかな、バルコニータバコ吸って立ってんだよね、ふーっつって黒いものね。で窓を割ろうとするんだよね。でとうとうもう警察呼ぶの。で警官が3人ぐらい来るんだけど、もうその時にもうその黒い女の影は見えないの、もういない、どこにもいなくて、でまあちょっとまた巡回してきますよなって言って返すの。でまたちょっと眠りにつこうとするのさら、そうすると横に立ってんだよね、その黒い服のお姉ちゃんが、お姉ちゃんって言いたくないな、そのお姉さんっていうかその黒い服の女がね、ハサミ持って、カニベースね、ハサミ持って、で服をちょっとお腹のあたりから切ってって、おへそにちょっとぶっ刺すんだよね。でサラがびっくりして起きて、もうちょっと血だらけでバスルームに逃げ込む。でもうそこでバスルームが出て、当然もう何が起きたか分かんないし出てこれないし、そしたらもうその黒い服の女は、まあ、ハサミ女ね、ハサミ女はハサミでガンガンバスルーム叩いて穴開けたりする、穴開くまで叩いてて、でそんな時にちょうどねピエールがね、その先輩のそのおっさんのピエールがね訪ねに来る。でそしたらもう黒い服の女が対応するんだけど、ああもう娘は寝てますって嘘つくのね。あそうですか、一杯どうですかみたいな空気になって飲んでるんだけど、そうすると今度本当のお母さんが、ね、心配してくるんだよね。であなた誰なのみたいになって、で
でちょっとおかしいなと思ってサラをちょっとバスルームの方を見に行くの。もうサラはもうちょっとまた誰殺されると思ってるから、ちょっとドア開けてやってやろうと思ってる。アイスピック持ってるのね、すでに。でそれ知らないお母さんは当然ドア普通に開けるんだけど、開けた瞬間に間違ってお母さんはアイスピックで刺しちゃうんだよね、首を。でサラはお母さん殺しちゃうんだよね。でまたさらにパニックになっちゃうんだけど、その間にピエールとおっさんはもうハサミ女に股間をぶっ刺され、お腹を刺され、顔とかめった刺しにされるんだよ、包丁はハサミで。でパトロールにまた警官が来て、でちょっとまたちょっと一悶着あって、もうねすごいんだよね、もう警官全員殺されちゃうんだよね。またもうすごいんだよ、手とかぶっ刺したりとかね、額ねブサッて刺したりね、またすごいんだよね。ほんとこのハサミ女クレイジーすぎて怖いんだけど、もう警官も順番に殺していく。で残ったのはサラとハサミ女だけ。サラはどうなるのって話なんだけど、もうマタニティドレスみたいな白真っ白かな、まドス黒くなってくれてるんだね。何よりもね、オチ激烈にやばい。もう絶対言うとけど、妊婦さん見ない方がいい。まあ見ないと思うけどね。もう、もうこれ、ね、グロだよって分かってて見てよ。見れる人だけ見てほしい感じかな。もうね、すごいです。とにかくね、これ見たよ、見れたよっていう人はね、見たよって人だけ見るのかなと思うぐらいすごい映画なんで、高評価ボタンを押してもらって、よかったらチャンネル登録します。じゃあまたね、ちゃんとしたおすすめ映画紹介してくれ。おじゃまた、バイバイ。